ていきます。聞いたこと本当なの？旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。酒の方が体にいいでしょう。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。穏やかな雰囲気とても好きです。お日様が出たら日光浴、お月様が出たら月光浴。次はどこに行くんだ？
リーユへの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。流通のために作られた船は港に停まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。ヒルチャールのお兄さんが病気になった。涼しい場所に行きたい。私とお茶しない？イヒヒ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。話そうとしたっけ。Nani?